ワイライト連邦共和国 Vlog は、韓国の釜山からです。本当はですね、こう福岡に帰る予定なんですよ。あの仕事で、取材で、で前回の上海で予告しましたように、あの福岡に帰るのに、韓国を経由すると、まあたまたまですけど安かったので、今こういう形で韓国に入国いたしました。3ヶ月入れるのか、ジュライ、オーガスト、セプテンバー、3ヶ月、2日しかいないんですけどね、3ヶ月の滞在許可が出ています。で、成田からですね、チェジュ航空っていう韓国の LCC ですねに乗りまして来たんですけども、まあ成田空港が混んでて、飛行機が混んでてですね、動かないんですよ。帝国に少し前にね、あのインチョン行き、ソウル行きの同じチェジュ航空の飛行機があるんですけど、それがね遅れて、ディレイして、到着機遅れだと思うんですけど、それで先に出発する予定がずっとそこにいまして、私が乗った釜山行きもずっとそこにいまして、結局ねスポットを離れたのが1時間32分遅れぐらいで離れました。その間ずっと飛行機の中ですよ、満席の中出られませんからね、一度閉めると。でとうとう地上でそのスポットにおる中で、LCC なんて基本的に全部有料なんで、機内食っていうか、そういうものをね、お菓子とかね、ジュースとかワゴンで売り始めましたよ。もう新幹線のワゴンサービスと一緒ですね。さすがにね、水は配ってました、ただで。本当は水も有料なんですけど、さすがにね、配ってました。でプッシュバックをして滑走路まで向かうのがまた時間かかる、渋滞してますからね。離着陸機があるので、我々は離陸するんですけど、この着陸機も待ってるので、その交互に離着陸してて、結局ね、2時間遅れぐらいで成田空港を飛び立ちまして、もうね釜山の空港、あのキムヘ国際空港っていうんですけど、キムヘ空港に着いた時にはもう夕暮れ時でした。本当は昼間のうちに着く予定だったんですけど、えらいえらいことです、はい。で、着いてですね、最初何をしたかっていうと、ATM で思い出しました。空港のですね、出国審査の後にも ATM あるんですよ。ただ外国為替のこう管理上の問題でですね、1回に引き出せるお金が3万円までなんですね。外はいいですよ。出国審査を受ける前の、ATM は別に自分で設定した額までいいんですけど、出国審査後の ATM は3万円までしか1回に下ろせないんですよ。まあ、だからまあ2回やれば6万円、3回やれば9万円っていうことになるんですけども、これがですね、セブン銀行の ATM があるんですけど、第3ターミナルは。セブン銀行だったらまあいいんですけど、例えばですね、ジャパンネット銀行とかですね、他のネットバンクでもそうですけど、ああいうところのを持ってますと、こう ATM のこう無料で使用できる回数っていうのが決まってますよね。そうすると、例えば2回しか無料じゃないってなると3万円しか下ろせませんので、2回やって6万円下ろすとですね、3回目下ろそうと思ったら手数料かかるんですよ。消費しちゃうんですよ、無料回数を。っていうですね、ひどい状況で、まあ、入金はできるんですけどね。だからまあ本当はこうお金を移し替えようと思ったんですよ、国外で使えるようにね。ですけど、あれはその場で現金を複数回下ろして別のカードで別の銀行に入金するよりも、ひょっとするとスマホバンキングで振り込みにしちゃった方が
トータルでは安い場合があるかもしれませんので、その辺が注意です。一応あるにはあります、 ATM は。それとですね、韓国について最初に ATM で、日本の銀行からお金を下ろすんですけど、韓国ウォンでね、こっちはね一番高額紙幣が5万ウォンなんですよ。1万ウォンっていうとね1000円ぐらいなんで、もうあっという間に消えちゃうんですよ。ちょっとご飯食べたりしたらすぐ消えちゃうんですよ。なので例えば20万ウォン約2万円を下ろしますってこう ATM で操作すると、1万ウォンにしますか5万ウォンにしますかって、そのね枚数が自分で決められたりねして、やるんですけど、意外とね、皆さんやっぱりまだ現金持っていて、こう現地の銀行で両替するっていうのをよくやってるみたいですけど、多少手数料がかかっても ATM で下ろした方が、その交換レートの問題もありますし、利便性の問題もありますし、あとは、まあ、滞在日数にもよりますけどね、大量の現金を持ち歩かなくちゃいけないっていう、そういうのもありますし、なかなかその辺が大変っちゃ大変だと、どちらの方がいいかですよね。安心を買ってちょっと手数料取られても ATM で下ろすのか、日本への現金を持って行って、現地通貨に換えるのかっていうのは悩ましいところではありますけど、私は日本への現金は最低限だけ持って行って、現地の ATM で直接日本の銀行から現地通貨を引き出す方を選んでます。でバス乗って今泊まってるところはですね、東横インです。韓国に東横インいっぱいあるんですよ。釜山だけでも 1,2,3,4,5 件あるんじゃないかな。ここは東横インプサン2っていうところで、駅のプサン駅の目の前にもあるんですけど、そっちの方がちょっと高いんですよね。ここの方が若干100円か200円ぐらい安いんですよ。地下鉄の駅1個分離れてるっていうこともあって、あとはソミョンっていう、ロッテデパートとかがある商業中心地と、あとヘヨンデっていう、ビーチですね、の方にも2つほど、あとはどこであるのかな、インチョンとソウルとテジョンにあったのかな、なんか 4,5 件東横インありますよ。日本と全く一緒です。東横インのカードで会員カードありますよね、あれの会員番号で日本でインターネットで予約しておいて、現地についてそのカード出して、外国語なんでパスポートも出して、で予約してるんでチェックインして、値段メールお会計で決まってますので、現金で払ってもいいですし、カードで払ってもいいです。カードってもデビットカードも使えるんで、それこそ ATM で現金を下ろしたのと同じデビットカードで払えばすぐ日本円で引き落とされますんで、というやり方です。全く一緒です。西安もね、今は東横インですけど、もうほぼほぼ一緒です。日本と一緒です。でテレビちょっと見ましたけど、 NHK プレミアムが見れますので、日本のテレビも見れます。あとはですね、朝ごはんも無料でついてます。朝7、ここは7時から9時半やったかなまで2階で、無料の朝食はついてますので、それも日本と全く一緒です。 Wi-Fi は遅いです。異様に遅いですので注意してください。モバイルルーターとかね、またなんかそういう便利グッズは、せっかく観光に来たので、海外旅行便利アイテムの、記事をまた書きますので、そちらの動画をご覧いただければと思います。それは明日撮ろうかなと思ってます。で、プサンで2泊しますので、2泊でね7000円、日本円で7000円ちょっとですよ。だから1泊3500円から4000円ぐらいですから、日本と日本よりちょっと安いですかね、東横インにしてもね。という感じで2泊しても成田、プサン、福岡の全部合わせてですよ、空港施設利用料とか燃料車サーチャージとか全部合わせて1万1000円いかなかったので、多分2泊しても新幹線より安いと思います。これでね、タバコを2カートン買ったりお酒買ったりすると、その分のタバコ消費税とかね、酒税とかが安くなるんで、トータルではかなり安くなるんじゃないかなというふうに思います。なので
まあそういう LCC のこう、なんていうんですかね、ホームページなりアプリなりをチェックしながら安い運賃を常日頃探しておくと、まあ、こういうこともできるかなという。いつもねこんなに安いわけじゃないんですよ。これ運賃だけ 5,000円だったんですよ。成田プサンプサン福岡全部の運賃が 5,000円だったんです。それに燃料サーチャージとか、成田の施設利用料とかプサンの施設利用料とか韓国の出国税とか全部ひっくるめて1万1000円しなかったぐらいなんで、やっぱ安いですよね。ということで、プサンでのもう着いたら夜になっちゃったんでご飯どうしようかなと、この辺はないんですよね、プサン駅に行かないとどうしようかなというふうに思っております。ということで、プサンでの第1日目、明日はね、その記事用の動画を撮りにどっか行こうかなとか思ってますけども、ちょっとね天気が心配なのでどうなのか分かりません。あと何かあったっけ、もう疲れちゃってね、LCC だから遅れたわけじゃないと思うんですよ。一応完成の指示だって言ってましたから、だから優先度低いかもしれませんけどね。日本航空だったらこんなことはなかったのかもしれませんけども、まあ LCC のこんだけね2時間遅れるのも、それそういうリスクも込みの LCC ですよ。だからビジネスには向かないっていうのもまあ分かるような気がします。日本の国内線だとそんなに遅れませんけど、まあでも実際にねこんだけ遅れちゃうと、今日中に乗り継ぐ場合なんかもアウトですしね、そういうところの問題はあると思いますので、やっぱ LCC 安い運賃なので何の保証もしてくれませんので、それも込みの運賃の安さなのかなっていうのは覚悟して使わないといけないと思います。何かあったら全部保証してくれるのを望むんだったら保険料込みで高いんですけど、やっぱり一流航空会社を使った方がいいんじゃないかなというふうに思います。明日は釜山で、なんか動画を撮ろうかなと思ってますので、またその模様はお伝えいたします。今日もご覧いただきましてありがとうございます。